はい、どうもです。本日はドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけど、今回のターゲットは、ヒデオくんです。喋らないヒデオくんなんですけども、今回はちょっとドッキリを仕掛けるということで、考えてきたドッキリがこちらです。ヒデオくんの周りにトラップをいっぱい仕掛けたと言って、ヒデオくんは、あ、これ動いたら死んじゃうなって状況を作るんですよ。でも実際には、そのトラップは、ありません。何もない状態でヒデオくんはビビって、なんかもしかしたら変なことをするんじゃないかなって、荒ぶっちゃうのかなと思ったんで、ちょっと今日はヒデオくんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。危ね、あー落ちちゃった。落ちちゃった。やるな、落ちてきたけどやるな。同じとこ歩いてきた。そうそう。で、このエレベーター乗ります。はい。よし。そこストップ。ストップ、ストップ。無理やりここまで呼んだ。実は、ヒデオくん、このステージに、トラップがめちゃくちゃ仕掛けられてます。危険ですよ。あー、待って、危ないよ。危ない。動かない方がいい。本当に、すごいよ、ここ、今。もう即死よ。踏んだらすぐ死んじゃう、トラップ仕掛けられてんのよ。なんでクルクルしてんだよ。怖いのか？危ない。待って、ヒデオが危ない。トラップあるから危ない。危ない。危険だよ。ヒデオくん、本当に、ここにはトラップがいっぱい仕掛けられてて危ないから、気をつけるんだよ。だからこういうとこ自分で行っちゃうと、うわーやられた。もうごめん、ヒデオくん。もう、ごめん。はい、頑張ってヒデオくんを、あそこまで連れてって、周りにトラップがいっぱいありますよっていう、ジョーク？なんて言うんでしょう。ドッキリを仕掛けたんですけど、どんな行動をするのかっていう。ヒデオくんね、賢いね、あいつ。一応トラップがあるとは思ってくれてるんだけど、なんか端っこ渡ってる、あいつ。すごい。知恵がすごい。多分頭いいんだと思う、ヒデオくん。ヒデオ、ちょっと賢いね。柵の端っこちゃんと歩いてる。おー！うわー、歩いてきた！待って、歩いてきた！もう普通に歩いてるよ。ヒデオくん。待って、ヒデオくん普通に歩いてる。ヒデオくん、柵のとこ普通に歩いて、安全なとこ見つけてる、頑張って。終わんないね。逆だ。気づかなかった。逆だ。ヒデオごめん。ヒデオに付き合わせたかも。ヒデオくん知恵があるのに、教えてくれなかった。逆だこれ。ごめん。いて、本当にトラップあった今。見た今、ヒデオ。見た今。危なかったぞ。トラップあったぞ。本当にあったよ。もう賢いな。頭いいんだな、ヒデオは。